驚きしかないです。本当にオーディションを受けさせていただいて、合格の連絡が来た時は信じられなすぎてすごい薄いリアクションを取っちゃったんですね。なんかあ、はいみたいな。でそこからこう資料をいただいたり歌をいただいたり台本をいただいて、なんかじわじわこう興奮してきて、でさらにそれと同時にこうプレッシャーも感じてきて、あ、なんかすごいものに決めていただいたんだなっていう、徐々に徐々にこう収録に向かっていくにつれてなんかこう実感してきたっていう感じですね。いや、びっくりしました。それはもう皆さんと一緒です。え、どういうことってなります。本当に自分がその役をやらせていただくっていうことにも驚きましたし、もう本当に皆さんと同じでどういうことっていう、どこでどういうふうにそうなっていて今どうしてるのみたいな、もう疑問だらけで、ただただ驚きました。皆さんがこうシャンクスという存在がある中からのこう注目度の高さみたいなものはひしひしと感じるので、まあ小田さんが考えて、小田先生が考えてくださっているので、素敵な魅力的なキャラクターであるだろうと推測される中で、私がその魅力をなんかこう潰すようなことがあってはいけないなっていうプレッシャーはすごく強かったですね。やっぱり私も髪がすごく好きです。象徴的だと思いますし、で私が最初歌と出会った時は一番最初はセリフだけをいただいたんですね、原稿の。でイメージしてたその言葉の雰囲気だったりだとか、発言だったりとかですごくこう強い女の子をイメージしていて、もっともっとなんかこうボーイッシュな感じの印象を持ってたんですけど、実際にイラストを見せていただいた時に思っていたよりこう可愛らしい印象があって、芯は強いし気持ちも強い子なんだけど、なんかこう可愛らしいものが好きな少女なんだなっていう感じがあって、身につけているものがとってもこうワンピースもすごくこうね、ミニスカートで白ですごい可愛らしい雰囲気でリボンもついててみたいな、なんかそこがすごくこう乙女な部分もあって素敵だなっていうふうに思いました。一番メインに話したのはどういう経緯があったから今に至っているかっていうところはすごく大事にしようっていうお話はしていましたね。小田先生もスタートの部分が生まれたところから資料を作ってくださっていて、これはもう本当にすごいんですよ。本当になんか私もいただいた時に、これはもうなんか世に出さないのはもったいないんじゃないかなっていうぐらい、イラストも描いてくださって、これもアフレコしたいっていうぐらいの素晴らしい、しかもなんか1枚とかじゃなくてもう何枚にもわたって、私ももう漫画を読んでる気分で、一人だけ別冊付録をもらったぐらいの気持ちで読ませていただいたんですけど、歌だけじゃなく周りのシャンクスたちとかも描いてくださって、当時歌が幼少期の頃はこうだったっていう、でルフィも出てきてみたいな、はい、描いてくださって、それを元に一緒に作っていった感じです。先にアドさんが歌を撮ってくださっていて、でそれを収録より前に聞かせていただいていたんですね。なのでそこからイメージするものもすごく大きくて、で歌の中にもその歌の思いがすごく込められているので、その歌詞の内容だったりだとか、その歌詞をどういうふうにアドさんが表現されるのかっていうのを聞かせていただきながら作っていきました。ルフィとシャンクスと一緒に撮らせていただいたんですけど、お二人のこう掛け合いを聞いていて、思いをまっすぐ届けてくださるところがこの作品らしいなっていう、お二人の強さと優しさがぶつかるところがすごく自分にとっては贅沢な時間でしたし、もちろんアクションシーンもあって生で私は聞かせていただいたのですごく贅沢な時間でしたし、とにかく
毎回そうだと思うんですけど、すごくかっこいいんですよね。二人の思いがこう歌に向かってきてくれるっていうのもすごく私にとっては嬉しくて、収録でこう実際に後ろで聴かせていただいていて、興奮が止まらないと言いますか。なんか一緒に収録のスタジオに入っているのに、もうなんか聴いてるだけで泣きそうになるっていう。なのできっとこの思いは皆さんにも届くんじゃないかなって思うので、それをぜひ劇場のスピーカーで大音量で堪能してもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。それはもう原作がスタートした時ですね。それこそ原作スタートした時にちょうどもう読み始めて、学生だったと思うんですけど、漫画から入ってっていう感じです。ナミのエピソードが大好きで、学生当時読んでた時、なんかこうやっぱりナミの強さとかにすごく憧れましたし、自分もなんかこうかっこいい女性になりたいなって思ってたので、憧れの存在でしたね、学生の時の私にとっては。でなんかそんなナミがボロボロと涙を流すシーンとかが、なんかこう見てるこっちまで辛くなってくるみたいな、自分も助けてあげたいっていうところにこうルフィが手を差し伸べてくれるみたいな、本当に作品の中に自分も生きていたいって思わせてくれるような作品だったなって。そうですね、皆さんと同様に私自身も完成をすごく楽しみにしています。皆さんのいろんななんかこうイメージとかあると思うんですけど、私自身もとにかくこの期間、歌のことを考え、歌のために人生を捧げるつもりで収録に挑みました。彼女の魅力、そしてワンピースという作品が、魅力満載で皆さんにお届けできたら嬉しいなと思っております。きっと期待を裏切らないような作品になっていると思いますので、ぜひ劇場で楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いします。